漫画マンが語ります。今回紹介する漫画はプルートゥー、原作原案手塚治虫先生、作画浦沢直樹先生、連載期間は2003年から2009年、ビッグコミックオリジナルで連載されていました。プルートゥーは手塚治虫先生の鉄腕アトムのリメイク的漫画作品です。ちなみにちょっとどんなイントネーションというか、どのぐらいトゥーを伸ばす感じなのかもいまいちわからないんで、もしよかったら教えてください。さてこのプルートゥーなんですが、鉄腕アトムをほぼ見たことない私にとって登場人物はほとんどわかりません。しかしそこは20世紀少年など数多くの名作を生み出してきた浦沢直樹先生です。この作品自体が面白く、さらに鉄腕アトムをよく知らない私にも原作を読みたくさせるわけです。ちなみに全10巻にも満たないので、今から読む人にも優しいです。ただ原作の影響なのか、悲しい終わり方で胸がモヤモヤしたので、すっきりとした気持ちになりたい人にはおすすめしません。とはいえ AI 化が進む昨今、物語全体を通しての命について考えさせてくれる内容は今こそ読まれるべきであると断言できます。気になったらチェックしてみてください。チャンネル登録もお願いします。漫画マンでした。